国立天文台、国立天文台、国立天文台は、理論、観測の両面から天文学を研究する日本の研究所、大学共同利用機関である。大学共同利用機関法人自然科学、研究機構を構成する研究所の一つでもる。日本国外のハワイ観測所などいくつかの観測所や、三鷹キャンパスなどで研究活動をしており、総称として、 国立天文台と呼ばれる。本部は東京都三鷹市の三鷹キャンパス内にある。近代日本における国立の天体観測所は海軍水路量が東京府麻布区いくら、現東京都港区ざぶ台に設置した干渉台から始まる。別途東京帝国大学、現在の東京大学に声楽科が設立されたとき、 その付属の研究所として同じく、麻布マミアナ町に新たな干渉台が設置され、1888年、明治21年に帝国大学付属東京天文台となる。東京の発展により、麻布付近は夜の10日が増えて、天体観測に適さなくなった。このため、当時は雑木林や田畑が広がる農村でありながら、後部鉄道、現、 JR 中央本線の開業により交通の便が良くなった三鷹への移転が決まり、1914年に工事が一始まった。当初は都会を離れることを嫌がっていた職員や、その家族も関東大震災、1923年の被災により、三鷹周辺への移住が進んだ。東京天文台は名古屋大学空電研究所や文部省井戸観測所と遺憾統合され、 文部省直属の研究機関である国立天文台となる。行政改革により分子科学研究所など4つの国立研究所と統合再編を及び人化され、大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台になる。国立天文台は東京都三鷹市に本部を置き、日本各地や国外にも観測施設を設置し、観測業務並びに、 機器開発装置運用を実施している大学共同利用機関法人自然科学研究機構を構成する大学共同利用機関の一つであり総合研究大学院大学の専攻研究科を構成する代表的な観測研究施設としてハワイ島にてスバル望遠鏡を設置運用その他各観測研究所に設置された 観測機器を用いた観測研究業務並びに天体観測機器開発、観測装置運用を実施。代内に社団法人日本天文学会、財団法人天文学振興財団の事務局がある。科学データとして国際的に評価の高い理科年表の編纂を80人以上にわたり実施している。国立天文台発足以降の歴代代長、 在任期間の一覧。国立天文台長は4年間の任期制であり、再選により2年の延長が可能である。前進の一つである東京天文台の歴代台長、在任期間の一覧。国立天文台は日本の天体科学研究における代表的な研究機関として天文科学及び天体物理学、関連項目、天体力学に関連する分野の 研究教育活動をほぼ網羅する。また、自然科学研究機構における天体物理学専門組織として、天文学に関連する講座を開設、大学及び大学院からの研究共同利用を受け入れている。大学共同利用機関として、各学校法人や研究室からの研究計画に基づく研究利用申請や研究者の受け入れによって、 観測装置の共同開発をはじめ、施設利用の推進、さらに観測データの共同利用なども実施。国家事業として、小読みの編纂を行う、歴計算室や日本標準時の決定及び法事を行う、天文保持室などの部署を設置し、独立行政法人産業技術総合研究所や、 独立行政法人情報通信研究機構などと、デコの分野における国内の代表的機関の一つである。国立天文台は、日本以外の天文科学研究機関との国際共同研究活動も幅広く実施しており、最近の例としては、スバル望遠鏡やアルマ望遠鏡などのプロジェクトが挙げられる。また、4D2U プロジェクトや太陽、 境外惑星探査プロジェクトなど、従来の研究活動の枠組みを超えた新たな研究プロジェクトも推進。さらに、月探査計画、カグヤでは、月の精密観測に必要な機器開発をはじめとして、即地学研究の観点から、地球朝夕や即地学観測でも研究活動を実施。スペース VLBI では、国際的にも高い評価を得ている。 教育研究を実施する機関として、公開天文台との連携をはじめとして、天体観測を行う観測者の育成などにも当たっている。観測データなどは、インターネットや各種媒体を通じて公開しており、教育研究事業を行う際には、無償で提供することになっている。開かれた天文台として石垣島天文台などの設置、運用を支援し、日本における 天文科学分野の広報、普及活動を推進。本部のある三鷹キャンパスや各観測所では特別公開や天体観望会を開催している。今後のプロジェクトとして、より大光景活大規模な観測に対応した、超大型光学赤外線望遠鏡の調査研究、開発研究が開始され、米国の30メートル鏡巨大望遠鏡計画である。 TMT 計画とも連携を深めつある。日本の天文学研究の中心組織として、欧州や北米、アメリカカナダ等と研究協力を行っている。2005年には韓国天文宇宙科学研究院、韓国中国科学院国家天文台、中国中央研究院天文及び天体物理学研究所、台湾と共に、東アジア中核天文台連合、 E 校を結成し、東アジア地域における天文学研究の発展に尽力することとなった。東アジア地区をはじめとする各国からの留学生の受け入れや海外研究機関への観測装置の利用促進、提供を実施し、各国の天文台の近代化に向けた活動を支援している。国立天文台の組織は、プロジェクト室、センター、研究部の3つに大きく分かれる。 各組織は以下の通りである。特に明記していないものは三鷹キャンパス内に組織、講座を設置。プロジェクト室は国立天文台が大学共同利用機関として各大学等の研究室からの利用申請に基づいて様々な観測や実験の実施や開発研究を円滑に行うために設置された組織である。国立天文台が 日本国内外にて運用を行う各観測所もプロジェクト室の一種となっている。現在では各フェーズごとに A プロジェクト B プロジェクト C プロジェクトに分類する。それぞれ A プロジェクトが検討段階にある研究事業、B プロジェクトが推進段階にある研究事業、C プロジェクトが運用段階にある研究事業として区分することになっている。 C プロジェクトは観測装置群の運用、観測業務、観測データ解析を行う施設である。観測業務は国内外の研究者から提出される観測計画に基づき実施されており、観測データは観測計画を立てたグループ等に公開され、解析業務が行われることになっている。B プロジェクトは観測装置の建設や部分的な運用を行う。 観測装置が本格的稼働すると C プロジェクトへ移行資格観測業務並びに運用、解析業務を行うことになっている。A プロジェクトは研究開発段階にあるプロジェクトを推進する。センターは国立天文台の基盤となる観測業務活動を支援する組織である。所在地は特に明記していないものは三鷹キャンパス内にある。研究部は 国立天文台の職員が研究テーマに応じて、いずれかの部署にて配属され研究活動を行う組織である。よって、すべての職員はいずれかの研究部に所属している。研究の対象は、電波天文学から赤外線天文学さらに高エネルギー天文学、そして重力波天文学までを行うことを目的に設置されている。なお、現在の研究部の構成は、 その前身となった各天問題、東京大学附属東京天文台、井戸観測所、名古屋大学空伝研究所の流れを組んだものとなっている。所在地は以下に示す。研究部の位置づけは観測波長及び研究対象のいずれかで区分している。鉱石外研究部は石外線可し光までの分野。電波研究部は超短波サブミリ波までの領域。 太陽天体プラズマ研究部は太陽及び天体現象が放出するプラズマを対象とした観測的、理論的研究。理論研究部では天文科学分野における基礎的理論研究を中心に展開している。関連プロジェクトの位置づけは天文台活動を実施するにあたり直接的には開発研究関連予算として計上していないが 財団法人天文学振興財団や地方自治体の教育関係組織との連携で行われる号のこと。例えば、太陽周期活動望遠鏡計画の場合には、その研究実施主体が京都大学理学系研究科であるなど。東京天文台の改祖はそれまで多くの研究費が旧帝国大学等に集中するという批判が高まったため取られた措置である。 東京大学の組織であった東京天文台は大学から独立し広く開かれた研究所となる国立天文台と大学において教育研究指導を推進する東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センターに開祖された。他には東京大学附属宇宙航空研究所が宇宙科学研究所へ開祖された例や 名古屋大学プラズマ研究所及び、広島大学核融合理論研究センター、京都大学、ヘリオトロン核融合研究センターが通されて、核融合科学研究所が発足した例などがある。各観測所ごとに実施している、総合研究大学院大学を構成する、機関として、大学院博士5年一貫課程、博士後期課程の教育を行っている。 各観測装置から得られた画像や観測データは、教育事業などの指摘利益を伴わない用途において、無償公開を実施。営利目的の場合には、申請を要する。また、各観測所においては、公開事業によって、観測成果や観測機器の公開を実施。詳細は、各観測所の公算書。各観測所では一部施設内を一般公開しており、 見学できる。三鷹では、天文台歴史館や展示室など日本の天体観測や天文台の歴史、近況などがわかるように見学コースが設けられている。ほか、国立天文台では、現在、植生保全に取り組んでおり、三鷹の敷地内の一部では、立ち入りや動植物の採取を禁止している。そのため現在の三鷹周辺では、ほとんど見られない手付け数の自然を見ら、 天文台移転前の三鷹の面影を垣間見ることができる。三鷹キャンパスのコスモス会館に東京大学生協の天文台視点がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。